剣士キリト、いざ参る。剣で聞くしかないようですね。剣士キリト、参る。おとなしく首を差し出せば楽に死なせてやるわ。僕に力を貸してくれ、青バラの剣。行くぞ。はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきやみです。本日アリブレ動画2本目、セルフロンティア500万回再生記念クエストというのが来ましたんで、こちらを進めています。最高報酬の方がレベル100のアリス&イーリスを20ターン以内で倒せばもらえるということで、やっていきましょう。今回ね、自分の方、チームの方キリトと、アドミニストレーターさんの方を連れてきています。まあ、適当に選んだだけです。何も考えずに、連れてきたって感じです。まあ、そんな大変じゃないって話をツイッターでこう見かけたので、まあこれでやってみようかなってことで来ています。いきなりシーンが打てるということなんで、早速打っていきましょう。まあ回復されたら厄介なので、イーリスの方先に潰しますかね。一瞬で片付けちゃったらつまらないわね。まあ、下のレベルの方はもう全部オートで倒したんで、ちょっとどんな攻撃パターンなのかよく分かってないんですけど、まあ、多分シーン先に打てるんなら倒せるかなと思ってます。さすが強いっすね。一発で瀕死まで追い込みましたね。とりあえずブレイクさせてしまいますかね。シーンブレイク。多分アサルトでも良かったかも。キリトはブレイクさせる必要なかったですね。結構すんなりイーリスがまず倒せましたね。なんかもっと難しいミッションなのかなと思ったんですけど、おそらくボーナス的な位置づけなんでしょうかね、このクエスト。あとはアサルト入れてりゃ多分倒せるんじゃないでしょうか。まあ、ありがたいですけどね、こういうボーナス系のようなクエストがあるっていうのは。強化します。攻撃してこなかったんで、もこれでもう確実ですね。あとはもう攻撃で押し切るだけで良さそう。はい、再びアサルトを打ち込んで、であとキリトでアサルト入れれば倒せるんじゃないでしょうか。これで決まりかな。はい、勝ちましたね。次もこの調子でいこう。はい、9ターン。はい、というわけで、聖護騎士アリスとイーリスの、レベル130単位内と20単位内も、クリアできているので、今回こちらの解放継承が手に入ったという感じです。いやー、ありがたいですね。で、あとアイテム交換所ちょっと先に見てみたんですけど、このようにね、クリアして、イベントのこのポイント貯めればダイヤキューブに、交換できるということなんで、まあ、キューブを貯める意味でもねちょうどいいので、ぜひねイベントの方をしっかりクリアしてダイヤキューブも回収しておきましょう。はい、というわけで、今回ここまでにしたいと思います。それではまた、別の動画でお会いしましょう。失礼します。